はい、こんにちは、ポンタロウと申します。それじゃあね、続きやっていきましょう。なんか前回は緑色の宝石を手に入れたんだけど、これを使うところがちょっとわかんないから、もうちょっと探索しよう。1階をまだ調べてなかった気がするんだよね。とりあえず1階を調べてみよう。あ、そうだ、ミミズに当たったらもう俺死んじゃうんだよ。ゴミ箱とかだったかな。ロッカーには何も入ってない。え、何これ。え、何これ、溶けってこと。 x マイナス5分の7イコールマイナス5分の 2x マイナス5分の28。誰かの捨てたゴミみたいね。あ、戻すの？解かなくていいのか？はい。下駄箱からアイテムが出ることはありません。段ボールからもアイテムは出ません。なるほど。え、これ、解かなくていいのか？これ解くのか？あ、でも、なんだろう。いろいろ出てるけど。7x イコールマイナス21を解けばいいってことかな。最終的に x をいくらでしょうみたいな。マイナス3とかでいいのかな。まあ別にいいでしょう、あれは。解けとか言われてないもんね。セーブが落ちてある。セーブが落ちてあるってなんでだろう。まあでも、消しゴム？特に今セーブする必要はねえからな。確かにラグ発生してるよね。メニュー開くときに周りがちょっと動いてるんだよ。それは感じてた。観葉植物。掃除用具は何も入ってないって言ってたか。鍵。下駄箱とか、段ボール。あ、段ボールじゃないのこれ。校庭に出てきた。とんがりコーン。とんがりコーンではないでしょ。カラーコーン。パイロンとかか？最強とんがりコーン。パイロンと、あれはまた別か。これちっちゃいやつかな。とんがりコーン。三角コーン。ユニコーンの少し響きが似てる。なんだ？あれ？外にバスケットゴールあるよ。外にあるの？しかもこの形状じゃバスケできねえじゃん。スリーポイントシュートしかできねえじゃん、これ。あ、でもこれなんか中庭ってやつだ。ん？これは？小さい鍵。戸棚の鍵。校長室の戸棚だ。いや、記憶力が抜群にいいね。いや、こんなに記憶力いいのに、なんで人の名前を覚えれないんだろうな。空き缶ばっかり。で、校長室行こう。校長室の戸棚の鍵だ。セーブしよう。あいついつ出てくるかわかんねえから、セーブしよう。よし。で、校長室に行こう。ここだよね。あ、でもミミズがいるのか。うまいことかわさねえと、俺あと一回食らったら死んじゃうんだよね、これ。こっちよ、呼んでおいて。え、あ、通れるじゃん。はい。メモ。3643。先生たちしか知らない鍵管理ナンバーね。3643、覚えました。よし。行こう。で、ここの鍵を開けて、理科室の鍵が手に入るんじゃないかな。多分ね。これか。3643。はい。図書室、理科室、全部持っていこう。おう、根こそぎ持っていこうぜ。じゃあどうしようか。理科室のプール行こうか。理科室はこのまま左側か。で、図書室は1階か。よし、わかった。このままこっちに行けばいいんだね。いや、すげえ順調じゃん。サクサクじゃん、サクサク。あ、危ねえ。あ！いや、このまま理科室に行こう。うわん！もう二度と使わねえ。サクサクなんて言葉。もう、サクサクじゃねえもん。お前ふざけんじゃねえってばよ、お前さっき。わかりました。これもしかしてさ、乱数とかあるんじゃないの、このゲーム。
こんだけ作り込まれてるから、ちょっと乱数調整するよ。乱数調整していくから、赤い女の人出てこねえから。いや、今さっきさ、1回目の時はさ、出てこなかったじゃん。なのに2回目出てきたじゃん。え？じゃあ乱数関係ねえのか？いや、ほら、乱数調整したら出てこねえ。ほら、乱数だよ。乱数があんまちょっとよく分かってんけど、乱数調整ってやつだよ。理科室行こう。OK。うわぁ、これあれか。生徒も僕も椅子を片付けないとか言ってたやつが。うわぁ、これ追いかけられるんだろうな。あ、もう絶対追いかけられるんだろうな。そして3回ぐらい失敗するんだろうな。あ、もうやだな。え？あ、これあれじゃない？赤い。え、でも、赤い、シート持ってきたらさ、あ、これセーブするじゃん。あ、もう絶対追いかけられるじゃん。赤いシート持ってきたら大丈夫なんじゃない？きっとそうだ。はい。7月10日。ネットオークションがある。ゴミのような不要品専門のオークションで格安で商品が手に入るらしい。何それ？カスオークション。カスオク。お、カスじゃん。ふんふん。人の影の書かれてる、あ、125円で買ったの？あれ。端数だね。不気味な感じが素晴らしい。早速部屋に入ることにした。8月5日。妻に嫌がられてしまった。なんか、夜中になると影が動いているのを見てしまったらしい。これもしかしてさ、影に追いかけられるんじゃないの？俺、ふんふん。夏休み前はなかったポスターは理科の先生が買ったものだったのね。もう追いかけられるビジョンしかねえけどな。これは？はい。これはでしょ、めちゃめちゃ光ってるじゃねえが。なんリポビタン、みたいな感じになってるな。容器。あ、ペットボトルあるんじゃない？確か。あれ？ペットボトルは？あ、ペットボトルってもしかして、拾ってないのが、拾った後死んじゃったから拾ってない設定かな？じゃあ、拾いに行っていきましょう。ペットボトルは確かね、1階の、1階だったっけ？ 3 階だったっけな？ 3 階か。3階の、東棟の、上っていうのはね、北側？ 3 の C とかかな。3の C とかにあったはずだから、ちょっと拾っていきましょう。まさか、拾ってたと思ったんだけど、あれか、あの後死んじゃったか。お、屋上行けると？あ、屋上は行けないのか、今は。なんか最終決戦って感じだね。とりあえずじゃあ、行きましょう。取ってきます。わーん！はい、帰ってきました。ちゃんとこれペットボトル持ってきてるからね。これで、リポビタン、雲。この水って、なんだ？これは、味噌汁。ちょっと頭良さそうな感じでいこうか。発酵微生物水だよ。これ、微生物なのか？よく知ってるな。でしょ？新種の微生物だから隠してたっぽいね。ああ。これはね、お金になるよ。あ、すげえ、キラキラ光ってる。このキラキラ光ってるのを、こいつにぶっかけてみる？これを、ダメか。ぶっかけるとかでき、何の音？後ろから聞こえたぞ。あ。あ、チャース。変なポスターから何か出てきたわ。出てきたわ。あ、じゃねえよ。やべえって。逃げるぞ。ああ、喜べ、喜べ。かなりしつこそうね。遠くまで逃げても油断はできないわ。え？あ、想定と違う。それちょっと違う。なんか違う。なんか違う。なんか違う。お前それもちょっと待てってめすんの。机の上に登るんじゃねえ。行儀が悪いぞ、クソったれ。あ？
ふう。なんて優しいゲームだ。よし、行くぜ。行儀を悪くすんじゃねえ。ミスった。くやっぱここまで優しくしてくれるんだったらさ、なんかもうさ、このイベントをスキップして次に行きますとかってゆとり師匠にしてよ。うまいぞ、うまいぞ。いや、もうなんかそう、いや、まあ、判定がバカバカ、お前。やまって来るんでしょ？もう来るんでしょ？ほら、どこまで逃げればいいの？職員室だ。へへ、職員室まで逃げればいいんでしょ？知ってんだからね。あたしゃ、やべ、一回じゃ。しまった。いや、こっち来るか。いや、なんだそれ。あ、もうお前、ガバガバじゃねえか。どっからでも出てくるじゃねえか。職員室まで、あんい、逃げては大丈夫なんです。はーい、セーブできません。顔がおかしいです。どうしましょう。どこまで逃げたらいいんだ。困ったな。なんかもう、こいつ赤い女とやり合わねえかな。どこまで逃げたらいいんだって言えば、2の A とかは、あ、ダメだな、これ。追いかけてくるでしょ、これ。かなり遠くまで追いかけて、おー、ちょっと待って、今なんかお前、残像剣みたいなの使うんじゃねえ、お前。びっくりした、お前。なんだ、お前。どうしよう、どうしよう。いや、ほんと、どうしよう。あ、わかった！わかりました！お前が絶対に入ってこれね、部屋がわかったぞ。ええ。どうか教えてやろう。あれ、間違えた。あれ？追ってこねえじゃん。セーブしに帰ろう。いや、謎解き部屋だったら来ねえかなって思ったけど、謎解き部屋、一階層上だったわ。俺が、スイッチポツポツしてたところね。ん？あ、やべえ、セーブいっぱいだ。じゃあ、しゃあね、上から行くか。光る微生物手に入れたけど、どうすればいいんだ？あ、いや、図書室があったはずだ。図書室に行こう。まだ図書室に行ってねえんだ。いや、このゲーム、難しいな。まあ、図書室行こう、図書室。何を触ってももう一発で死ぬからね、きっと俺今。図書室しに行こう、図書室しに行こうってな、図書室に行こう。なんか、レンカちゃんがど、お、下駄箱を調べてみるか。レンカちゃんがどうのこうのとかじゃなくてさ、16日は文化祭。出れねえの？出れるじゃん。もう帰ろうぜ。レンカとか放っておいてさ。それだったらバッドエンドになるんだからな。ダメ？あ、もうダメ？何回かやったらさ、なんかそれでも本当に帰れますかとか出ねえ？あ、出ねえか。くそ。じゃあやるか。やってやんぜ。プールとかあんの？プールとかあるね。なんかもう、いろんな展開想像できるから嫌だな、プールとかさ。まあ、図書室行くか、ブツブツ言ってねえで。もうなんか急に出てくるからよ。怖えというか、難しいんだわ、避けるのが。あ、いるじゃん、ミミズ。白紙じゃない、これ。みんなもっと本を読もうよ。あ、本を読もうぜ。参考書8。リメイク前はマルチエンドだったけど、今回はエンド1つ。なるほど。青い世界の住人？世界が青くなる。青い世界に入ると疲れが消える。これは何かあるかもしんないね。3つそろそろ知ってる。もうちょっと早く教えてほしかった。ああ、そうです。できれば早く教えてほしかったな。あ、まさ、チェックシートとマーカーの使い方。緑のセット専用シート専用マーカー付き315円。赤。赤を塗って、緑色のチェックシート使うと、赤くなった、塗った部分が黒くなる。緑のマーカーを使って、文字を塗ると、塗って赤い色を使うと文字が黒くなり見えなくなります。え？青いよ。つまり、緑のマーカーも必要ってことか？使用禁止な場所。あったね！生命画面で見られるハートが2つ黄色になった時に行くと、入れるの？ハートが2つって何？あ、これか。これどうやったらこのハート増えるんでしょうな。ハートの増やし方とか書いてね。10で最後。これ10だったっけ？で、最後か。ハートの増やし方とか教えてよ。
なんでここだけ本が散らかってるのかな。あ、本当だ、ぐちゃぐちゃだ。これは3000円程度。額がいいけど絵はコピーだ。そんなのわかるんだ、すげえな。トイレに落書き禁止。落書き多いわね。ストレス溜まってるのかしら。どうでしょうな。ダメか。じゃあこれか。オカルト研究活動記録。オカケンが何をしてたかわかるかもしんないよって。ちょっと読んでみましょう。ちょっと離れて読まねえと、あいつら動くから、間違えた。これかな？はい。学校の七不思議を探すために、この学校の歴史を調べることから始めました。なるほど。うちの学校、島ヶ丘第中学校は、田舎の方だけの設備の整った私立校。昔から設備の良さが評判で、生徒の数も多かったそうです。過去の事件を見つけた。8年前に屋上から飛び降り自殺をした女子生徒がいたことが分かりました。これが赤女か、赤い髪の女かで、初代校長はこれで辞めたんだよね。羽がなしおんちゃん、いじめに遭っていたそうです。おう、つけられたあだ名は恨みの裏と子供の子、これで裏子、裏子、ひどいあなたです。彼女は苦しんだことでしょう。こんなあだ名で呼ばれたら誰だって嫌な気分になりますね。しおんちゃんなんていうめちゃめちゃかっこよくて可愛い名前があるのに。七不思議よりも興味深かったので、我々は数のことを調べ続けました。なんで？奇妙な出来事が起きるようになりました。なるほど。これで新聞を作って、で、やめてって言ってたから、あれか、これを表立ったというか、大騒ぎしないでほしい、知らないでほしいみたいな、こう、静かにしておいてほしいみたいな感じかな、しおんちゃんが。そういう風に言ってるのかな。手を引いたことで彼女の怒りが静まってくれればいいのですが。なるほど、しおんちゃんが、こう、なんだろう、いじめられてたとかさ、まあこう自殺したとかって言ってあんまり触れてほしくないことだから、それをやめてって言ってるのかな。おろこ、え、あの赤い髪の中、わからない。でもどこかに隠れないと、あーにゃんの壁走りに挑戦だってわよ。やべ、見てえな。足にジャクラを貯めて壁走りだってばよ。おい、何するんだ、隠れるんじゃないのかよ。隠れてても問題は解決できないわ。立ち向かうのよ、人生の壁にね。行くってばよ。あら、壁走りをしたところで、痛いよ。成功は、成功したところでかはあったけどね。あ、おめえ、やめて、やめて、恥ずかしいから見ないで。やめて、あ、やめて、恥ずかしいよ。あ、いや、分かってたことだけど、立ち向かった結果、そうか、選択肢がやり直せるのか、よし。一番奥に行こう。このハンカチ、鍵をかけるとバレるからかけずに隠れよう。このハンカチみたいなの拾ってみてさ、あれみたいな、バッドエンド稼ぎに来てるのかな。そんなこと言うんじゃねえ。え、鍵かけたらでもさ、いや俺はてっきりさ、この3個目の個室に入ろうとした時に、あの左の紙を見つけて、あの赤女がね、これはみたいな感じかと思ったんだけど、違うのか。まっすぐ来てんじゃねえか、お前ふざけんじゃねえよ。やばい、それはお前、キャーさんのエッチって言われるよ。鍵をかけることで安心感が得られる。しかし中に人がいることを教えてしまう。もっと冷静に考えていれば。いや、だから俺、その後
ユーリたちの姿を見た者はいない。いや、ユーリたちの姿を見た者はいないって、これを書き方変えたらベスペリアだからね。いや、俺だから最初鍵かけた、かけなかったじゃん。3個目がダメってこと？そんななんか幽霊のさ、好みなんか知らねえよ。かけねえよ。なんで？え？何か物音がしたわね。3個目だけ的確にアウトだったのかよ。これは？数学のプリント、扇形の面積を求めなさい。え？これ俺解かないとダメなの？重要なものだと思って拾ったけど、今回の件には関係なさそう。レンコを探してた時はなかったのに、いつからここに落ちてたんだろう。なんか解いたらみたいな。解いたらどうみたいな感じなのかな。特に、この辺はないか。これか。鍵。保健室。行くか。なんかね、学校に、教室か。教室に来れない子が保健室に行くみたいなのあるよね。セーブしに行こう。1階のどこでセーブできるか忘れちゃったから、ちょっと2階の職員室でセーブしよう。扇形の面積を解けっていうのは解いた方が良かったのかな？解かなくても良かったのかな？ね。3.14 とかのパイを使うんじゃなかったっけ？扇形を求めるときってちょっと思い出せないけど。え？完全に油断してたわ。なんかもう、ぽーっと右行ってたわ。当たったか？いや、こいつらそうか。ぶつかってくるのか。3マスぐらい離れておこう。これでいけるでしょ。で、この先に保健室があるんだよね。よいしょ。ここか。お、いるじゃん。あ、それお前、くるーん。うち怖いん。ダメ。ちょっと待って、やめようよ。うち怖いん。ダメダメ。あ、もうちょ、こっち来い。あ、早い。よし、うまい。うまいぞ。よいし。さあ、職員室まで、ちょっと待って、ちょっと待って、さあ、職員室まで来なさい。先生がお呼びだ。いや、もうなんか、田舎の感じが出てたな、今。よし。オッケー。あー、そんな職員室来るじゃんかよ、お前。ふざけんなわ、職員室はアンチって約束したじゃん。ねえねえ、もうなんでだよ。いつまで追いかけてくるんだよ、お前。それさ、どこまで行けばいいの？ほんとマジでどこまで行けばいいの？危ない！危ない！どうすればいいの？ほんとどうすればいいのこれ。許された？あ、よかった。あ、もう。よく避け続けれたよね。これででもね、ここの先のね、髪の毛に当たったら、あ、髪の毛ねえわ。シャレになんねえから、とりあえずセーブさせてくれ。ああ。うるさい。うるさい。わあ、なんで、まあ、そう、もう、もうね、このゲームやっててね、こんだけ騒がしいやつは多分俺ぐらいしかいねえと俺は思うんだよ。うん。自画自賛するわ。どんだけうるせえんだよ、こいつ。いや、保健室行こう。切り替えよう。大事だ。切り替えるの大事。割と切り替える男だからね。うん。切り替えよう。それなんだ？そのなんかポストカードみたいなの。黒い紙。これか。あ、これあれだ。赤のさ、チェックシートがあったじゃん。あれを使うんじゃないか。緑のチェックシートはどこにあるかちょっとわかんないから、赤のチェックシートのところに行こう。ここは何もないのかな。で、赤のチェックシートってどこだったっけ。1年生の教室だったっけな。セーブしよう。で、このセーブできないときはさ、このニコちゃんマークがベーみたいな感じになってるのよ。それちょっと可愛いよね。ここじゃなかったか。どっかの教室、右側、この位置にあるどっかの教室にチェックシートが入ってたのよ。それは覚えてるのよ。
ここだったかな。違うか。上に行ってみよう。3階か。3の A とかだったかな。もしかして。この、ここじゃないか。そうだ、3の A だ。3の A にチェックシートって俺言ってたわ。これ。そう、チェックシート使えば、図書室の時計の下の壁。よし、行こう。図書室に行こう。しかも、ここにはセーブがある。なんて優しいんだ。図書室に行こう。図書室だ、図書室。図書室は1階だ。よし、1階まで駆け下りて行こう。で、左側、西棟だったかな。行こう。いや、もうサクサクだわ。順調じゃねえか。よし。時計の下、時計なんてあったかな？図書室に。図書室の時計なんてあったかな？これか。ひし形のくぼみ。この宝石。わ、すげえ、バイオハザード見て。おお、すごいすごい。すごい仕掛けだわ。ねえ。なんだよ、この仕掛け。こんな仕掛け作るんなら、強烈にエアコンでもつけろよな。冷めてんな。おい、俺今すげえすげえっつったのに冷めてんな、お前、シュウ君。は？ BGM 返して。あ、すごい、ペットボトルの光が、メニューが開けないだと？なかったら。というわけで、今回この辺になりますので、この先に何があるかっていうのはよかったら次回見に来てください。それじゃあ、バイバイ。